こんばんは。ウェザーニュースキャスターの白井ゆかりです。全国の明日の天気をお伝えします。2018年は北日本で荒れた天気となりそうです。まずは天気アイコンで見ていきましょう。明日1月1日のお天気アイコンです。冬型の気圧配置が強まっていきます。太平洋側のエリアでは晴れのアイコンが多く並びました。初日の出も拝めるところが多くなっていきそうです。一方で北日本のエリアでは低気圧の影響を受けて雨や雪の降りやすいお天気、そして寒気の影響を受ける北陸のエリアでも雨が降りやすくなっていきそうです。北日本、北陸では風も強まっていきますので、横殴りの雨や吹雪に注意が必要です。その他、近畿の北部や山陰のエリアでもにわか雨、にわか雪の可能性がありますのでご注意ください。各地空気が冷たく寒い体感となります。万全な防寒でお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。今年も一年お疲れ様でした。